腰痛は横腹だ。あの腰痛の方に対する施術ってお腹をやったりとか、もちろんその腰筋やな、腰筋をやったりするやん。もう一個あんねん、横腹。横腹には何があるかっていうと、腹筋があんねんな。表からいくと外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋っていう3層になってるわけやな。で腹筋も硬かったらこう腸骨梁にくっついてるから、これで骨盤が動かなくなっちゃったね。動かなくなっちゃうの、骨盤が動かなくなるわけよ。わかる？動かなくなるんだよ。動かなくなる。しんどい言うの。で、ここも硬い人っていうのはほぐしてほしい。すると、もっと腰痛って解消すると思うんで、それをぜひやってみたいと思います。横っ腹硬いの、ええやん。うつ伏せ、うつ伏せ。ガチガチ専門セラピストになりたい挑戦者募集中です。このチャンスにぜひエントリーお待ちしてます。お客さんに聞かせられない悩みとか、お給料とかもいろいろあったんですが、ガチガチ専門に来て喜んでいただくことが格段に増えまして、お給料も爆上がりしました。ありがとうございます。私は自分のやりたいことスキルアップもできてメリットしかないです。毎日やりがいを感じて仕事してます。小さい子供がいても楽しくなんとかなります。セラピストのレベルは間違いなく上がります。一緒に働こう。お腹押しても横腹は緩まないんですよ。ここはあの腰筋は緩んだりするんですけど、で、当然それでもね、お腹を押すだけでも腰は軽くなるし、うわめっちゃ楽になったって体感できんねんな。でよりこの腰をほぐすと、硬い人がねほぐすとめっちゃ動くやんってなるね。わかる？腰ってこう横にも動くやんか。いやほんまそうやからしゃあないやろ。嘘なんか俺ついてないやんか。山さんやってみ。めっちゃ動くやんみたいな。さあ行きましょう。でね、腰骨あるやん、腸骨梁やけどな、腸骨梁に沿って指を面圧でボビューって入れてください。でここに壁を感じる人はもう凝ってます、腹筋が。なので面圧でゆっくり押す。痛いよね。あ、大丈夫なんだ。ほな入れます。でこれついでに大腸もほぐせるからね、横から入れた方がいい。バビューンと。で腸骨梁に沿ってポイントをドンドンドンっていけばいい。でこれ以上こっち行ったら腰筋やんか、いつもやってるね、腰筋を押すんだけど、それのこの横をやっていきましょう。で上には肋骨があるから、肋骨は絶対押さないようにね。肋骨とこの腰骨、腸骨梁があるよね、この間を押す。まず1ライン目はこの腸骨梁に沿ってドントンドンと押す。これができたらもう一個上も行きましょう。ボミューン。これ腸早速動いたよ。腸がボミューンって言いましたね。で今腰筋に当たりました。で今はこの横っ腹だけなんで、横っ腹グッと押した。ただこれだけ、何も難しくない、うん、今腰筋に当たったね。これ今腹筋の痛さじゃなくて腰筋の凝りの痛さです。はい、簡単でしょ、こんだけを。はい、何も難しくないよね。だから横っ腹も腰痛の人は注目してみてください。はい、今日は以上です。